悩む時監督の山口優衣です。この度は数ある作品の中から興味を持っていただきありがとうございます。この作品は私が大学1年生の時に日本で実際に起きた事件がきっかけで、今の日本の家族の在り方や中学生という多感な時期の人間関係から浮かんだ疑問や感じたものを自身の経験と重ねて作品にしました。また今回は源太大学の皆様が字幕をつけてくださったということで、字幕制作プロジェクトの記事の方は読ませていただいたのですが、どのような仕上がりになっているのかとても楽しみにしております。それでは作品の方もお楽しみください。ありがとうございました。